はい、さようでございます。では、ゼロ、月闇の仮面、引き続きやっていきましょう。ですね、今、綾子ちゃんの部屋の前まで来ました。ちなみに、フィルムは61式というちょっと強烈なやつを装備してます。うわ、ここだよね。えっ、へへへへ言ってる。おお、青い霊力のかけら。あ、いる。びっくりしたー。ちょっと。どこだ？よし、61式つえ。はい、これで友成はクリアですね。ルカがあの島に行ってしまいました。あの島に
無理を承知でお願いします。ルカを助けてください。ん？これ誰？俺の手帳だ。どうしてこんなところに。霧島の手帳。あ、この人霧島なんだ。新聞記事の切り抜きが挟んである。行方不明の少女無事発見。昨日深夜、2週間前から行方不明となっていた少女5名が無事保護された。保護された少女の氏名は以下の通り。麻生美咲7つ、篠宮まりえ7つ、月森まどか7つ、七村智恵7つ、よもつきるか7つ。この事件は事故があった老月神楽と同日に同等で発生したもの。一部では神隠しとして騒がれ注目を集めた。保護されたのは昨日午後11時ごろ。天の浦署刑事課所属、霧島長四郎、長四郎でいいのかな、巡査長が灰原病院の敷地内において少女ら5人を発見、身元を確認した。なお警察では灰原病院の関係者を少女集団誘拐の重要参考人とみてその行方を追っている。あー、この人警察官なんだね。ほう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 。テープレコーダー、捜査に使っているテープレコーダーだ。霧島の調査記録1、あの事件の記録テープが入っている。あー、これからか。三の食忘れ日、霧島長四郎ですね。はい、ではこのターンいってみましょう。あの時神隠しにあったルカたちをこの病院の地下で見つけた。それで全てが終わったと思っていた。だがあの時の5人のうち2人が死んだ。事件は終わっていないのか。咲いてしまっている。これを使うことがないといいのですが。え、さやかさん。霊石塔。霊石塔は霊石により発生ある光で霊を鎮める道具です。遮影機と一緒なんだね。話すとか。はい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 。はい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 。はい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 。
お、こっちもいる。ちょちょちょ。あ、ちょ待って。ちょちょちょ。ちょ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 。ちょっと、ちょっと、捜査官、捜査官、ちょっと。捜査官が。え、これどうなってる？ちょっと待って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 。ん？まだいるまだいるまだいる。これなんか射撃となんか操作が違うからめんどくさ。これがさやかさんの言っていた咲いているということか。一体この島の人々はどうなってしまったんだ。灰原がここにいることと何か関係があるのか。デイがいたところに何か落ちている。強化レンズ射を拾った。長四郎は強化レンズ射を装備すると写真を撮影できるようになります。音量を攻撃する際は強化レンズ射を外してください。え、装備機能感あー、なるほど。万葉ガン。あれ、どうやって外すんだっけ。あ、こうか。あ、なるほどね。
赤い霊力のかけら。あの時、このエレベーターで地下の隠された場所に降りた。ルカたちを見つけた場所。もし灰原がまだこの島に潜んでいるとしたら。あなたも病気なの？徘徊に関する注意書き。職員への注意書きが書かれた紙のようだ。月遊病患者への注意事項。夜間の徘徊にくれぐれも注意。担当は今日の月模様を確認するようにしてください。月が満ちた夜は戸締まりの強化を。月が陰った夜には病室の巡回の強化をお願いします。古いエレベーターがある。うわぁ、なんか泣いてる。もう吐くやんか。あ、間違えた。間違えた。
助手の手記1、日誌がある。この度私の脳神経の研究成果が認められ、灰原先生の助手としてローゲス島の灰原病院に勤務することが正式に決まった。灰原先生はこのローゲス群島に特有の記憶障害として知られる月遊病研究の第一人者だ。月遊病は資料を見た限り記憶障害に無遊病のような機構を伴う複合的精神疾患の一種だろう。ただ月遊病には謎が多い。なぜ老月群島に特有のものなのか、そしてその発症原因については未だ解明されていない。先生は月遊病に独特のアプローチで挑んでいる。老月島に伝わる月の音を伴った扱った音楽治療と独自に考案した治療法はこれまでに例がなく、今後の精神医療を躍進させる可能性を感じている。またこの研究を通して単に精神疾患の治療だけではなく記憶が精神に与える影響にまで論を進めており、実に興味深い。先生の下で働けることは本土では決して得ることのできない貴重な体験となるに違いない。あ、カルテ、日月、なんだろう、朝、年齢6歳、病室急患第二病室、報告された記憶障害の症状及び鏡を怖がるなどの典型的な行動から月遊病と診断。病状の進行具合は中度。灰原院長の指示のもと来週外科手術を執り行う予定。なお月遊病の外科手術は重度の患者を対象に2度行われたが、芳しい結果を得るには至っていない。比較的症状の軽い患者を対象にした今回の手術は月遊病の早期治療に結びつくと思われるため、各自詳細に記録を残し後日報告のこと。なお患者及びその身内に対して上記内容の守秘を徹底すること。なんか青い霊力のかけらいっぱい。
おーっと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 。髪の長い少女。絵の描かれた日記1、ノートが置かれている。おととい手術をしました。手術をしたらダメになった人がいた。だから嫌でした。でも先生は大丈夫と言いました。手術してから頭の中が真っ赤で痛くて嫌です。髪の毛も抜けました。泣いたら涙に血が混じりました。だけどママも先生も大丈夫だと言ってくれました。頭が真っ赤で溶けそうです。痛い嫌なの溶けるといいです。治療のためだ。治療。通路を歩く助手。あ、なんかあるな。いやー、なんかこう嫌やな。喫煙所に立つ助手。鉄製の平鍵。灰皿の上に紙に包まれた小さな鍵が置いてあった。鍵の裏には手術準備室というネームシールが貼ってある。あ、案内図。手術準備室、1階の鍵のようだな。はい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 。いや、これなんか出るでしょう。
ほら、やっぱり。どこ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 。まあ、またこんな狭いとこで。あ、そんな強くなかったな。窓際に立つ男。ちょっと鏡に映る男。びっくりした。ちょっともうほんまびっくりするって。失敗した。ではね、今回これで終了したいと思います。この人が警官、今も警官なのかな。桐島さんのね、ターンですけど、この続きは次回やっていきたいと思います。ではね、今回はこれで終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。野坂陽でした。